よいしょ。どうもクロスロードラボです。本日届いたのはこれです。はい、結構ね重いんですよね、持ってみると。上下が書いてないのでこうやって開けちゃいます。よいしょ。こちらはですね、あ、東京からですね、はい、開封していきたいと思います。すごい、まさかのこの箱にまずですね、アザブウイスキー、はい、次に、これは日課の麦焼酎ですね。日課薩摩司、ちょっとこれ開けてあげましょう。はい、で次にこれ僕の動画の中でもちょっと紹介したことありますけど、トゴーチ、はい、トゴーチウイスキー、してなぜか蔵が入ってました。はい、でもう一本、これなんだろう、成城石オリジナルプレミアムカナディアンウイスキーなんですね。はい、面白い。そして手紙、はい、早速ちょっとお手紙の方をまず読んでいきたいと思います。あ、短い、いつも楽しく動画を見させていただいております。こちらの動画を見てからウイスキーを飲むようになりました。これからも頑張ってくださいとのことです。すごい、短いお手紙だったんですけどありがとうございます。はい、すごい、こんなにいただいちゃいました。これは同じものかな、以前いただいたものと。はい、沖縄のヘリオス酒造の、はい、蔵です。はい、次に戸河内ね、はい、広島県の蒸留所ですね、中国醸造ってことですね。お、見覚えのあるこの瓶ですね、戸河内。次に麻布、これはあれですよね、株式会社ウィズワン、あ、株式会社サンフーズですね。はい、ピュアモルトウイスキー、モルトですね。うんうん、もう知ってはいますけど飲んだことはないですね。そしてこれが、お、おー、すごい、なんかボトルがかっこいいですけど、ウイスキー樽に貯蔵した麦焼酎を、味わいの骨格とし、複数の焼酎をブレンドすることで際立った、ピートコートすっきりとした後味が特徴とのことですね。ウイスキーの樽に貯蔵した、原酒が使われているとのことですね。うん、これはね僕も分かんないですね。オリジナルプレミアムグレーン&モルトということで、まあ一般的なカナディアンウイスキーな感じですけど、ちょっとこれまずいただいてみましょう。はい、ちょっと分かんないものは検索しながら情報がねちょっとでも欲しいですね。オリジナルかな、カサマエストリっていうんですね。さっきリザーブって読みましたけど、リザーブじゃなくてリザールバでした。情報があんまりないな。飲んでみましょうか、とりあえず。うん、多分探せばどっかに情報が出てくるんでしょうが、もうカメラ回っちゃってるんでね、うん、こういう感じですね。で、はい、こういうのはあれですね、こう男心をくすぐりますよね。レザーになってるんですよ、このスキットルの周りね。うん、ああ、結構アルコール感ありますね。うん、若々しい感じがします。いただきます。結構きます。
最初にこうアルコールの刺激が来て、その後に甘みが広がっていく感じですね。おお、結構強烈です。これはあれですね。ハイボールとか水割りがいいかなとは思いました。このままストレートでっていう感じの、ウイスキーではないかなと思いますね。かなりドライですね。はい、続いてはね、この麦焼酎いってみましょうか。最近いただいた朝倉がかなりヒット商品だったので、僕の中でね、今回はどうでしょうか。この日課のあれは鹿児島ですよね、確かね。違うのかな。あ、そうですね、鹿児島県って書いてます。お、コルクだ。あ、出た、ラミネートコルク使われてますね、これも。へえ、あれなんでしょうかね、使い分けされてるんですね。どうしてなのか。よいしょ。おー、すごい麦の香り。おー、麦焼酎っていう香りがしますね。麦の香りがします。いただきます。あー、これは麦焼酎ですね。すごい。僕は全然大丈夫なんですけど、ストレートというよりは僕はこれは水割りですね、完全に。そして麦とかね、芋、あの癖がダメな人は 100% ダメですね。これはね、相当癖あります。まあでもね、この個性が逆に好きな人は好きなんでしょうね。これはまあ前回の朝倉ありましたけど、あれはまあちょっと別ジャンルとして、これはなかなかですね。アルコール度数はね 25%。 このね、スモーキーさって書いてますけど、こういう香りからはそんなに感じないですね。余韻にちょっとあるかなっていうぐらいの感じですね。麦焼酎にはあまりないかなって余韻があるので、それですね、まさに。でもね、すっごい癖があってすごいフルーティーですね。続いてこのアザブ行ってみましょう。はい、存在は知ってましたけどね。原材料モルトってありますね。山梨県で作られてますけど、自社蒸留じゃないですよね、サンフーズさんってね。確かどうなんでしょうか。まずはちょっと香りから、まあ、アルコール感とともに甘い香りはしますね。いただきます。あ、結構アルコール感ありますね。その後に結構バニラ香が広がりますけど、この最初の口当たりとしてはあまりよろしくないかなとは思います。この最初の口当たりをちょっと回避するためにも、少しこう加水だったりとか、あとは水割り、ハイボールがいいかなと思いますね。でも基本このバーボンダルですね、多分ね。バーボンダルの甘みが後から広がってきますね。ストレートでもいけないことないですけど、ちょっと普通に考えると現実的じゃないかなとは思います。はい、若干ですけどシェリー感あるんですよね。だからもしかしたら、シェリーダルゲンシュも少し入ってるのかなという感じはしますけど、あ、一応こう情報を見てみましょう。お、意外とちゃんと情報が出てきました。ハイランドスペイサイドの10カ所以上の蒸留所でブレンドし、シェリーダルで4年熟成したモルトをベースに、ハイランドの蒸留所の、バーボンダルで3年熟成させたヘビーピートモルトを富士山の伏流水を使用してバッティング。
スモーキーかつ甘い香り、口当たりは濃厚で芳醇、フルーティーな仕上がりとなっております。やっぱりシェリーダル入ってるんですね。うん、なるほど。割合はでも少ないんじゃないかなと思います。この味わいからするとね。でね、12年っていうのもあったりとか、あと18年もありますね。18年は製造場が玉泉堂酒造になってますね。あ、そうか、僕それ自分で紹介してますね、確かね。僕の動画でも以前取り上げた、美濃ってあったじゃないですか。あれだったり、あとピークウイスキー作ってる玉泉堂酒造が、この麻布の12年と18年を作ってますね。うん。でこのね、農営寺というか、農営寺ですよね、はサンフーズの韮崎工場で作ってます。はい、だからちょっと別物ですよね、12年と18年はね。うん、まあ、シェリー感はねあんまり実際はないです。だけどバーボンダル系のウイスキーだなと思いますけど、やっぱりね若干シェリーの感じがあるのはそういう理由だったんですね。それでは、蔵は以前飲んだので、これはまたちょっと前のがね残っていますので、そちらを先に、はい、使わせてもらいます。で最後は戸河内ですね。実はねこの戸河内、これノンエイジですよね。ノンエイジは飲んだことあるんですよね。戸河内8年っていうのもありますね。広島県ですよね、確かね。中国醸造さん、中国醸造さんってね、実は桜尾蒸留所っていう蒸留所を建てました。はい、2018年ぐらいに蒸留開始してるので、来年くらいにはシングルモルトが出ると思うんですけど、ニューポット、まだ樽に詰めてない状態の透明のやつですね。あれがねすごい評判いいらしくて、蒸留所見学とか行けばね、飲ませてもらえると思いますけど、まあ、今はね行けないと思いますけど、気になる方はぜひねちょっと蒸留所見学とか、予約してみてもいいんじゃないかなと思いますね。あと桜尾ジンっていうジンもね結構評判いいみたいですよ。これねだいぶ前に飲んだことありますけど、歴史的にかなりでも古いんですって、この中国醸造さんっていう会社自体はね。いろんなことやってるとこですね、確かね。うん、なんかこういうお酒関係以外にも。色はかなり薄いですね。これここはね、この戸河内の場合は中身は多分スコッチだと思います。はい、自社蒸留ではないですね。うん、アルコール感は結構あります。いただきます。結構辛みがありますね、ドライな感じで。うん、これはね以前僕が飲んだのは水割りだったんですけど、多分ハイボールとかがいいのかなと思います。うん、ハイボールですね。早速こういうのってほんと継ぎづらいんですよね、ボトルね。だからね一回やっぱりこう、普段フロムザバレルこぼす人とかいるじゃないですか。一回こういうねメジャーカップに入れてから継ぐといいですよ、こぼす人はね。あれこぼさないで継ぐ人って多分いないと思うんですよね、そのまま継いだらね。ちなみにねこれブレンデッドウイスキーです。はい、ではいただきます。うん、全然美味しいです、うん、さっぱりしてますね。甘みはねそんなにないので、食事にはもってこいぐらいの、ちょうどいい甘さかなと思いますね。うん、結構多めに入れても問題ないかなっていう感じはします。これはハイボールですね。せっかくなんでさっきの麻布もハイボールにしてみたいと思います。
こっちはモルトのみですからね。いただきます。あ、こっちの方がやっぱり甘みはありますね。だいぶこっちはね、僕はハイボールより水割りの方がいいような気がしますね。戸河内の方はハイボールすごいいいです。逆にちょっと飲みすぎちゃうような感じがしますね。ちょっとカナディアンの方は水割りで飲んでみたいので水割りにしてみますね。ちょっと本当は全種類いろんな飲み方試すのがいいのかもしれないですけど、さすがにねこれだけの種類を、いろんな飲み方で試すのはね、体が持たないなと思って。いただきます。あ、これはあんまり水割りじゃなかったですね。炭酸の方が良かったかな。水割りだと結構苦味がね出ちゃう感じがしました。戸河内の炭酸美味しいですね。はい、それではですね、こんな感じでたくさんのウイスキーを今回もいただいてしまいました。ありがとうございます。それではですね、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後は斉藤真理さんのここにあるものを聞いてお別れしたいと思います。チャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタのフォローもぜひよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。